ちょっと見た目はあれですけど、カレーです。黒カレーっていうやつを買ってきました。今回カレーを、収穫してみましょう。着く時間は、この通りです。基本的にとろみのあるものはあんまり得意ではないですが、できなくはないです。使った後はよく洗ってください。洗ってくれれば大丈夫です。釣りが悪い、まあ、こんな感じになってますね。多少空気は入ってしまいます。もっと抜くこともできますけど、今回は、まあ、できますよという形で動画の方を撮らせていただきました。はい、綺麗にシールされてます。でちょっと動かしてみましょう。まあこんな感じですね。はい、出来上がりです。